いよいよ南峡谷だ。おしゃべりはこの奥ね。ドライク、行くよ。ああ、Thank you.
押し倒るよ。そこよ。レベルアップだ。待たせたな。派手に行くぞ。ここだ。売れ物もらった。当たるか。こっちな。おりゃおりゃ。はっ。売れ物かもらった。当たるか。こっちなら。それ。当たるか。消え去れ。もらった。はっ。これで
でも。それ。もらった。取れるものか。それでも。当たるか。
当たるか。こっちなら、うん、くらえ。狙った。止めるものか。パス。止めるものか。そこだ。おしゃべりか。待ってました。ドレイク、食べてみろ。いただきます。どうだ。これ酸っぱ、酸っぱ。この酸っぱさすごいよ。はっ、激しくどうでもいいことを記念すべき第一戦にしてしまった。その声、お前。ああ、そうです。僕、あなたの婚約者です。なんだと。驚かせてごめんね。それは私の言うことだろう。え？不意に表に出て驚かせた。大丈夫。気にすることはありません。一挙両得的な話ですから。一挙両得？つまりは、いろいろなことを2倍味わえるということです。以前はそのような話し方はしていなかったな。え？ほら！前は心の声だったのに、いつの間にか。あ、いや、いきなり言葉が通じるようになったから、ほら、なんか慣れてなくて。そうか。私だって、そうだ。お前と話すのには慣れていないのだ。うん。第一、言ってしまっただろ。あ、何を？ドレイクの姿になっていると知らずに。ああ、僕についてのいろいろ？お前に言うつもりではなかった。あれは、独り言だ。そっか。でも僕、嬉しかったんだ。僕に会いたいって思っててくれたんでしょ？それを知って嬉しかったのか？ああ。そうか。なんか僕たち大変なことになっちゃってるけどさ、
トアに会えたのは良かったことだよ。私もそう思う。トキとトア、二人いるのに慣れるのは時間がかかるかもしれないけど、でも絶対にやっていけると思ってる。あ、でもトキとトアのデュアルソウルも驚いたけどさ、僕は僕でびっくりだよ。こんなドラゴンになっちゃって。トキとトアを守りたいと思ったら、僕の中を流れるドラゴン族の血が暴れ出してさ、抑え込むことができずこんな姿になっちまって。それは違う。時間を移動するときは魂のみが時を超えてたどり着いた時代の肉体に入る。だがそれは時間魔法の使い手の場合だ。お前は、いや貴様は、いや何時、いや己、いや何と呼べばいい。何でもいいけど。お前は時間魔法が使えないのに時を超えた。それで近くにいたドレイクに偶然魂が入ったのだな。偶然？じゃあドラゴン族の血は流れていないだろ。確かに。なら今までの僕は架空の俺設定に浮かれていただけなのか。現代へ戻れば人間の姿に戻るはずだ。そういうものなんだ。だが解せない。時間魔法を使えない人間は本来時を超えられないはずだ。時とトアと離れたくなかったから、ずっと一緒にいたかったからだと思う。そうか。こうなったら早く襲撃の原因を潰して現代に戻ろう。ああ、そうしよう。喋れるっていい、いいよ。失って初めてわかるありがたさ。おしゃべりさん、ありがとう。みんなと話せる、話せるアイドルドレイクです。なぜ自己紹介した？あ、いや、なんとなく話し家さん的な気分になっちゃうね。おしゃべりの副作用か。Thank you.
おかげさまで。ん？まさかその声は例のドクダミですの？だから雑草に例えるのやめてくれる？ああ本当だ、そういうこと早く言ってよ。だから喋れなかったんだって。通りでお風呂の話になるとゆるゆるのお顔になってると思いましたわ。ギク。そういえば一緒にお風呂入ってたよね。はあ、そんなバッキリベッキリ打ちのめしてやりたいですわ。大丈夫、あの時気絶してたから。それは本当か？うん、ドキドキしすぎてね。こっそりむっつり何を想像していたんですの？気絶しないですわよ、普通ドキドキで。僕だって気絶なんかしたくなかったけど、しちゃったものはしょうがないんだ。はあ、本音が出ましたわね。まあ二人とも、とにかく話せるようになってよかったです。うん。それでアサシンギルドのことは何か分かりましたか？ああ、本拠地の場所が分かった。北峡谷だ。じゃあビクオド様もそこに行ってるのかな？おそらくな。常々言いたかったんだけど、ビコードのどこが。ビコード様！やっぱいいや。本当に襲撃犯がアサシンギルドならすぐに潰す。北峡谷へ向かうぞ。ああ。私も行く。来るんだ。気をつけてくださいね。あら、ドア、何か？ん？いや、特に用はないが。私はご用がありましてよ。だったらそっちから話しかけてよ。忘れていたのですから、仕方ありませんことよ。粘られましても。それで霊女は何を忘れていたんだ？こちらを、ドアのおばあ様からお預かりしておりましたの。これは時の鍵か。大切なものだっておっしゃられてましたわよ。これをおばあちゃんが私にか。時の鍵。ああ、王家に新たな力を与えるという貴重な品物だ。こちら確かにお渡しいたしましたわよ。ああ、ありがとう、レイジョ。おばあちゃんからの贈り物か。おばあちゃんの話では時の鍵を使えばたちまち時の世界へと導かれる。なんかすごいね。おばあちゃんがこの鍵を託したということは、今の私には新しい魔法を覚える力があるということだ。新しい魔法。私に習得できるかはわからないが、ここは期待に応えられるように奮闘するとしよう。ここは一
い。カムザの町ではないようだな。確かに似てるけど違う場所だ。あの鍵の力で飛んできたのか。そういうのは王家だから知ってるの？時間魔法の話をおばあちゃんが話しているときにこの世界のことが出てきていたからな。ここは王家と時間魔法には縁深い場所らしい。王家と時間魔法か。時の鍵が王家のものに新たに力を預けるというのはそういうことなのだよ。ものよ。知る。一気に詰める。そーりゃ。動きな。こっちなら。はい。やった。そーりゃ。はい。やあ。当たらないわ。そりゃそりゃ。そーりゃ。はい。はい。そーりゃ。この調子。失敗しちゃった。新しい魔法の力を使ったらどうかな。それがいいかも。もう一度慎重に頑張ろう。うん、私やってみる。本気で行くよ。もらった。はっ、やあ、え、はっ、そりゃそれ、そりゃそりゃ、こっちなら、で、はっ、どりゃどりゃ、え、やあ、病気な。はあ、当たらないわ。タイムリープ。Thank you.
時の魔法を正しく理解すればこんなもんだね。うん、手応えを感じる。これで時は元の世界でも新しい魔法を使えるのかな。うん、ちゃんとこの体に刻まれたよ。元の世界でもこの魔法は使えるはず。ねえ、今日からはお風呂別々だからね。当然だよ、分かってるって。別々というより、そこらの池に水浴びにでも行けばいいのではなくて。それも気持ちよさそうだね。あれ、乗り気？夜の湖とかでね、裸で水浴びするの。裸。ドッキー、王家の別荘地ではそれもいいと思いますけれど、都会でやると大騒ぎになりますわよ。そうなの？じゃあダメだね。令嬢、なんて余計な教育を。世の中を知らない方が楽しいこともあるというのに。Thank you.